待たせました。じゃあ、エビの塩唐揚げです。じゃあ、よろしければそのままか、お塩がよろしいと思います。お待たせしました。こちらからはお好みでお好きな方でお召し上がりください。インゲンです。細いインゲンを大葉で巻いてあります。
ズナスです。中は熱いですのでお気をつけください。
ミニオクラです。バイクレーします。
試合です。
揚げになりまして、天丼か天茶お茶漬けですね。であと天ぷら混ぜご飯です。かき揚げをバラバラにほぐしてご飯と一緒に混ぜても、多分もうそのまま白いもの。だから一つ食べられる。エビとホタテと三つ葉のかき揚げです。